はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。まあ、授業の動画がほとんど要するにちょっと上げられていないという状況になりますが、これに関してはまあ申し訳ないということになります。はい、まあ、ちょっといろんなところの情報を要するに調べているという状態になっているんですけれども、まあ極めて事態は逼迫しているという感じになってます。もう1個や2個じゃないんで、いうことになります。従いまして、それについて一個一個説明をしていくというのはちょっと非常に難しいということなので、つまり何が起こってもまず対処ができるようにしましょうということになります。はい、まあ、保護者というか生徒ベースではもう大体要するに弾道ミサイル情報とかその辺のところっていうのはまたある程度言ってるんで、まあ大体こうなるよねっていう風な感じのところはまあ予想通り来てるんで、まあちゃんと言いましたね、保護者の皆さん、私言いましたよね、大丈夫ですね。はい、まあ、LINE とか Twitter とか、その辺見てくれてる人々に関しても分かってると思いますが、まずコロナウイルスが発生する前の段階ですね。はい。コロナウイルスですっていう報道が発生する前の段階で、まずいぞと。12月、1月ぐらいかなんかの時に、何かが漏れてるっていう、まあ、情報で、まあ、単純に、まあ、コロナウイルスじゃないかということを言って、で、3月の段階で、まあ私はコロナウイルスが要するに、まあ蔓延してるっていう段階で、これ下手すると、まあ三国志になるぞっていうね。はい。三国志になるぞって言ったらもうわかるでしょ、皆さん。三国志のイベント発生っていう風な感じで言ったら、まあどの三国志のシリーズを見てもらえばいいと思うんですけど、まあ、バッタが発生して、疫病が発生して、洪水が発生して、台風が発生して、内乱が発生すると、いうことになるわけなんで、まあその中にも言ってるということになるんで、まあ大丈夫かなという感じにはなるんです。つまりまあ、要するにまあ、だから12月ぐらいとか2月とか3月の段階ではもう大体のことは俺予測して言ってるって話です。ある程度のことはね。はい。で、今日やってくるのは、で、何が起こるかがわからないということです。はい。で、普通だったらやらないだろうっていうことを全部やるんですよ。要は、今の状況って私はもう全然わからなくて、要は、セオリー通りにやればこれをやるよねっていう話になるんだけど、今どういう状態かっていうと、その、中国が、世界から孤立してるっていうのも、世界が中国から孤立しているみたいな、まあ、そういうなんか、わけのわからないことを説明でもしない限り、ちょっと話が納得がいかないっていう状態になるんですよ。意味がわからないんですよ。オーストラリアとカナダに対している方は、その、中国と関係が悪化するって、日本以上に悪化しますからね、びっくりするぐらい。で、欧州と中国の関係も、むちゃくちゃ悪化してるっていう状態になるんですよ。で、中国はなぜかどういうわけじゃないですか。日本とはなんか貿易とか人のやり取りをなんか再開させてくれって言ってるんですけど、これなんか親中派とか反中派とか言われる人たちいるんですけど、私からすると意味がわからないんです。今、要は水害が発生してますよと。大規模な水害が発生してますよと。で、コロナウイルスが発生してますよと。いうことは供給が不足してるということになります。で、供給が不足してるっていう状態だった場合ってどうするかっていうと、需要はあると。つまり需要は、飯食いたいとか、水飲みたいとか、食べ物食べたい、家を再建したいとか、いろんな需要は存在するという状態になる。この数ヶ月後と。もし、収まればですよ。収まるかどうかは微妙なんですけど、収まるのかな、あれっていう話になるんですけど、で、その外から、まあ、例えば、物を輸入しなきゃいけないときに、どうしても必要なのが外貨が必要。で、外貨が必要になってくるんですけど、カナダとオーストラリア、欧州に関しては、これ確かに貿易黒字なんですよ。つまり貿易の黒字があるので、その外貨を使って何かをするってことになります。で、逆に日本っていうのは貿易赤字なんですよ。中国から見て。で、2018年か17年に貿易赤字に転落してるんですよ。中国って日本との貿易では。ってことは、日本だけ貿易させてくださいと。他の国はもういらないよみたいな。お前んとこももう買わねえぞっていうふうにやるってことは、これは何を意味しているかっていうと、食料、しかも関税かけるのが食料品だけなんですよ。もう意味がわからなくて、なんで食料足んない事態が発生するのか分かってるにもかかわらず、食料の輸入をストップするのかさっぱり理解できんというような感じにはなってるということなんです。だからまあ、合理的に考えるともう何をやってるのかわからないということなんです。はい。じゃあ、こっちとしてはどういう手を打つかっていう話になるんですけど、何が起こっても大丈夫なようにこちら側は準備しとくしかないです。いいですか？何をするかがわからない相手に対しては、何が起こっても大丈夫なようにやっておく必要性がある。
ということになります。で、J アラートの種類を覚えておきましょう。で、我々日本人っていうのは、地震とか津波とか災害とか火事とか、洪水とか、これは日頃から起こってるんで、強いんですよ。避難警報とか何やかんやっていうことに関しても、ある程度要するに知ってるんですよ。災害っていうと、防がなきゃいけない。で、災害のために砂防ダムがあってとか、この辺は詳しい人多いんですけど、軍事に関しては、日本は要するに、平和ボケしまくってるんで、75年間戦争がないということなんですね。赤ん坊がおぎゃーと生まれてから、要するにおじいちゃんになるまで一回も戦争を経験したことがないっていうのが多いんですよ、今。これ。で、一応聞きます。はっきり言います。当たらない方がいいです。狼少年で終わりたいです。はい。狼少年で終わりたいですが、一個一個言ってみます。まず、ポイントになるのは、J アラートの種類がこれだけあるということは、これだけのことは想定されてるということです、日本では。つまり、まず一つ目が弾道ミサイル情報ですね。つまり、どっかの国から要するにミサイルが発射されて、それが要するに日本に対して着弾するということです。これが弾道ミサイル情報ということになります。いいですか。で、弾道ミサイル情報っていうのは何かっていう話になった場合に関してはどういうことかってことなんですけど、弾道ミサイルが発射された場合に関しては基本的に地下がある場合は地下。鉄筋コンクリートのところがある場合に関しては鉄筋コンクリートに隠れる。で、もしくは、頑丈な建物にしがみ、頑丈な建物の中に入る。で、そうじゃない場合に関しては電柱とかなんか硬いものありますよね。硬いもの。あれで要するに捕まってくださいってことです。爆風になります。そしてもう一つ大事になってくるんですけど、弾道ミサイル、各弾道ミサイルだった場合に関しては、着弾する方向は絶対見ないでください。いいですか？目やられます。いいですか？失明します。最悪。はい。で、だから、ミサイルが行ったとかって見てる場合じゃないです。もう、運に任せて要するに目閉じとくしかないです。はい。ということになるんで、弾道ミサイル情報があった場合はこんな感じということです。はい。で、深く知りたい人は本当防衛白書見て、警察白書見て。はい。防衛白書とか警察白書しっかり見る。で、次、航空攻撃情報です。まあ、いわゆる空爆ってやつですね。はい。いわゆる空爆っていうふうなやつがあるんですけれども、航空攻撃情報ということになるんですけど、これも、要するに、あるかないかで言わせてもらうならば、まあ、日本の航空戦力が普通に機能していたならば、航空攻撃情報が出ることはまずないということです。はい。ないですが、万が一に対しては想定しておいてくださいということです。はい。ということなんで、航空攻撃情報が来た時も、弾道ミサイルと基本的に防御の方法は同じです。はい。ということになりますということになります。ただし、航空攻撃情報の場合は、しばらく収まるまでが、この弾道ミサイルに比べて長いということです。弾道ミサイルだとは一発着弾したら終わりなんですけど、航空攻撃情報っていうのはずーっとそこにいたりするんで、ずーっと要するに編隊組んでバーって何回も何回も攻撃してくるっていう可能性はあるんで、ちょっと時間とかがポイントになってくるということです。で、もし、ここでもう一つ考えてもらえばいいのは、J アラートが発令されないって可能性があります。で、その場合はこうなんです。すごい轟音がありますから、音でなんか変な音してんぞって思ったら、即座に要するに防御の体勢を取ってください。いいですか？即座に防御の体勢を取る。なんか、ゴーとかいうなんか音がしたとかいう風な話になった場合に関しては、まず伏せると。その場でまず伏せると。いう風なことをしといてください。ということですね。こういう感じですね。こう丸々っていう感じですね。はい。はい。ダブルシみたいな状態ということになります。で、何かに捕まっとくというのが、まあ一番安全だろうということになります。はい。で、次に問題になってくるのが、ゲリラ特殊部隊攻撃情報っていうのがあります。はい。ゲリラ攻撃及び特殊部隊による攻撃というふうなことになりますということですね。はい。この場合に関しても、まあ基本的には同じですね。戦闘区域か非戦闘区域かということになります。はい。戦闘区域か非戦闘区域かのどちらかになりますということなんですけど、非戦闘区域でどうも安全だと思ったらその地域からも思いっきり逃げること、思いっきり逃げることです。はい。で、車とか乗らないことです。はい。車とか乗ったらバカです。はい。渋滞にはまりましたとかろくなことにはならないんで、もう基本的にもうすでにダーッと逃げるしかないと。で、ゲリラ特殊部隊と対岸で勝負して勝つことないですか。はい。街の喧嘩自慢の喧嘩とは意味が違うんで、はい、ということになります。で、まあ、ゲリラ特殊部隊、こういう情報がありますよ、ということです。で、もう一つは大規模テロ情報ということになります。はい。大規模テロ情報っていうのは、まあ、我々はこれ一回経験します。地下鉄サリン事件です。はい。地下鉄サリン事件とかいうことで、大規模テロ情報っていうふうな話になった場合は、これは弾道ミサイル情報と航空攻撃情報とは真逆になります。密閉空間からできるだけ避けてください。はい。密閉空間からできるだけ避けてください、ということです。はい。だからといって、路上にばらまかれましたって、その路上に出てくるバカはいないですよ。はい。できるだけ空気の換気のいいところにお外に出てくださいということになります。で、基本的には無味無臭なんですよ。毒ガスとかそういうふうな、サリンとかっていうのは、無味無臭なんですけど、純粋な状態で
ですか、純粋な状態で、そのサリンが攻撃が食らうってことは、まずないっす。はい。まずないっす。はっきりと言いますが、そんな不純物が全く入らない状況を街中でばらまくっていうのは、相当難しいということになります。で、もしそれがばらまかれたら、勝手に倒れてます。はい。勝手に倒れてます。はい。なので、まあ、この場合は、要するに、まあ、毒ガスであったり、そういったものがばらまかれた場合というふうな、さっきの核仮定しとくのとするならば、二つです。周りに突然倒れ始める人間が複数人出た場合は、即座にその場から逃げてください。ですか？即座にその場から逃げた方がいいということですね。それともう一つ、妙な匂いがしたら、したり、なんか知らないけど、なんか変なカサカサするぞとか、そういう風な状況になった場合に関しても同じく逃げるということになりますね。はい。ということです。まあ、こんなところにまあなりますよということになります。はい。どちらの状況にしても、ただ実際にその状況に、出くわしたときに果たして冷静な判断ができるかって、まずできないと思います。はい。まずできないです。ただし、J アラートのサイレンが鳴ったら、自分の身を守ることは可能です。いいですか？ J アラートのサイレンが鳴っているところに行かないという選択肢になります。よろしいでしょうか？はい。ということで、こういうことをとりあえず知っておいてください。J アラートの要するに、リンク先に関しては、下の方に書いておきます。ただし、いいですか？スマホとか持ってる人。はい。必ずイヤホンをつけてください。で、音量できるだけ小さめにしてください。はい。非常に迷惑になりますね。あっちもこっちもで、勝手にそういうのを流すっていうふうなことをしたら、迷惑になりますので言います。はい。これは本当ギャグでやっていいもんじゃないのでね。はい。いいですか？ギャグでやっていいもんじゃないですよ。はい。ということになります。というわけで今日は4つのことをしっかり覚えておきましょう。これを頭に入れて、2年ぐらいは生活することを私はお勧めします。弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、ゲリラ特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報。以上4つになります。以上、松井塾からお送りしました。いつの日か普通の授業がしたいです。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。